残念なんですけども、日本人はですね、まあ、戦時中からその日系人がいたりとか、そういうのもあって、日本人に対してもですね、優しかったりとか、結構好きな場所ですね。サマール島とか近くにリゾートもありますし、そこそこいい場所かなとは思いますね。で、ボラカイですね。ボラカイの治安っていうのは、もちろん観光地なので、しっかりしてますよね。フィリピン政府も力入れて。で、欧米でも認められ、まあアメリカですね。世界的に認められてる世界ナンバー2ビーチリゾートのボラカイなので、やっぱりですね、気合を入れて、フィリピン政府も気合を入れて治安の維持に努めてます。ただ、やっぱりまあイタリアの観光地と同じように、こういう場所っていうのは外国人がいるの分かってるので、詐欺師というかですね、騙してお金を取ろうとする人もいるので、その、変にですね、慣れ慣れしく話しかけてくる、その、なんて言うんでしょうね、